皆さんこんにちは、今日はちょうど3年前に公開しました、一番簡単な甘酒の作り方という動画の、最新バージョンをお送りしたいと思います。まあ、たくさんご視聴いただいております。ありがとうございます。でですね、前回からね、かなり、進化、しております。で、まあ、一番変わったのは、まあ、この容器ですね。前回は袋に入れていたんですけど、ちょっと破れることとかがあったので、今はタッパーを使っております。で、これは、マックスバリューで、2個セットで、200円ぐらいで売っていたと思います。850ml 入りのものに、なります。で、まあ、今使いつつも、あと、まあ、1、2センチぐらい深い方がいいかなと思いながら使っております。まあ、そう思いながらも、まあ、これを使っているということになります。で、まずはですね、まあ、食べ終わった後に洗うところから始めたいと思います。まあ、これはね、普通にね、台所で洗います。でですね、まあ、干し方が問題です。カゴを用意します。で、まず蓋を、すすいで、で、裏向きにして、中に、ポンと置きます。で、今度は、こっち側のね、下の方をすすいで、で、これも裏向きにして軽くポンと置きます。強く締めてしまうと、中の水滴が、乾かないので、あくまでね、軽くポンと置いて自然乾燥させます。で、まあ、こうすることによって、まあ、中にホコリも入らないということになります。まあ、決して布巾で拭いたりはしないように、お願いします。で、まあ、これ、まあ、1日2日、まあ、ほっとくと、まあ、乾くと思います。で、まあ、乾燥しましたっていうね、でですね、今、まあ、私はこの、増谷味噌の、乾燥米麹 300g 入りを使っております。まあ、私の場合はね、もう1回でこれ1個使うんですけど、まあ、お好みで量は調節してください。で、まあ、切ってね、中のを入れます。必ず、乾燥剤、脱酸素剤ですかねは、取り除くようにしてください。で、でこれに入れましたと。で、その次に、蓋をする前に、水道水を、中に入れます。ちょっとこの線からちょっと下ぐらいまでね、私は入れております。それで、まあ、水道水入れて、蓋をします。で、あとは、放置するだけになります。でですね、まあ、放置する時なんですけど、まあ、夏場とかにたまにその中の、汁、水分がですね、まあ、吹き出してしまうことがあるんですよね。多分、まあ、発酵が進みすぎたんだろうと思うんですけど、たまにそういうのがあるので、まあ、こういう、プラスチックなんですけど、まあ、何でもいいんですけど、まあ、その液体がね、下まで出てしまわないようなものを下に敷いておくといいと思います。で、まあ、右側に置いて、で、一番左のを食べるということになります。で、まあ、この、出来上がったものなんですけど、前回の動画では、まあ、すりおろすっていうね、すり鉢に入れてすりこぎですりおろすっていう、まあ、作業があったんですけど、今はそれはね、もう、やっておりません。まあね、柔らかいもので消化にいいものなんで、まあ、そのままで、すりおろさないでいいんじゃないかなと、まあ、私は思っております。ので、まあ、必然的にその器を移し替えるっていうね、面倒くさい作業ももうなくなっております。で、まあ、これですね、出来上がったら、蓋を開けて、で、私は今生姜をすって入れて、で、電子レンジで、まあ、軽くね、あったかくなるまで、チンをして、まあ、2分30秒ぐらいかな、チンをして、食べております。あとは、ごま油をね、ちょっとかけて食べております。で、気をつけていただきたいのは、熱々にしてしまうと、せっかくのね、成長作用がある麹菌が死んでしまうので、まあ、ほんのり温かくなるぐらいまで、温めて、まあ、食べております。というわけで、新しいバージョンをお送りしました。ぜひ参考にされてください。ご視聴ありがとうございました。